間もなく夜が明けるか。父上。ならぬ。まだ何も申しておりません。門徒の後を追いたいのだろう。ウェズエットは間もなく激戦の地となる。そのような場所にそなたを送り込むことなどできようか。ですが父上、このままでは。だからこそアドラードたちを、壮霊を送り込んだであろう。アドラードの目的はリオニスの持つ古代の遺物をムラガに渡さぬこと。だがそれはムラガの暴走を牽制する意味合いもある。マシュリーよ、そなたの門徒を思う気持ちはよくわかった。しかし我らホルンはまだフェネスと同盟関係にある。むやみに両国の対立を煽るようなことはできぬのだ。わかってくれ。モント、無事だろうか。どういうことだ。この道は凶暴な魔物が少ないと言ってたはずだ。思い出しましたよ、ミング。あなたを見かけたのは戦地でのことだ。ウェズエットの白魔導士、違うとは言わせんぞ。もう違います。もう今ではウェズエットに追われる身。そんな君がなぜ僕たちの案内なんかするんだ。グラセラ様に命じられました。グラセラが。一体ウェズエットで何が起こってるんだ。もう引き返すことはできません。引き返せばムラガの本体と出くわすことになるでしょうから。貴様。そうです、私たちはこのまま進むしかないのです。ご報告いたします。サーダリー様のご一行が。案内してくれ。こちらからご覧になれます。なるほど、確かにサーダリーだな。兄様、私にも見せて見せて。その必要はない。何よ兄様の意地悪。さてどうしたものか。サーダリーって味方よね。今のところはホルンとフェネスの結ぶきっかけを作った張本人だからな。今のところはって。ムラガが我らを裏切ろうとしている、それは知っているな。うん。それさえもサーダリーの描いた絵図だったとしたら。つまりリオニスやウェズエットだけじゃなくホルンも配下にして。それでランダルを迎え撃つことを画策していたのかもしれん。とはいえそれはまだ推測の域を出ておらぬからな。じゃあどうするの。道は二つある。一つは先を急ぐ。我らの任務はムラガが古代の遺物を手に入れるのを阻止することだからな。もう一つはサーダリーの監視。ムラガがサーダリーの駒であるのは間違いのない事実。つまりサーダリーを見張ればムラガの動きが読める。ああ、
その通りだ。サリアよ、お前ならどちらを選ぶ？私は後者ね。理由は？敵の指揮系統を潰すのが一番手っ取り早いしね。何かあったらの話だけど。そうだな、私も同じことを考えていた。マジで？私と兄様ってやっぱり相性バッチリじゃない？それは関係ない。申し上げます、近辺の魔物が我らの存在に気づいたようです。ではサーダリーに気づかれぬよう魔物を殲滅する。その後は？距離を置いてサーダリーの動きを監視する。いざとなったらやっちゃっていいんだよね？いざとなったらな。早くいざが来るといいな。なるほど、リオニスから奪ったその石棺に古代の遺物を。ええ、この三つの石棺に。三つですか？ええ、三つ間違いないですぜ。ムラガの野郎はこいつを自分のものにしようと企んでやがったんですよ。たくひでえやつですよねえ。お前たちには感謝していますよ。ムラガを監視させておいて本当によかった。やったぜ兄弟。やったぜ兄弟。ところでヘレナはどうなりましたか？え？ヘレナ？お前たちの顔色を見て分かりましたよ。殺めてしまったのですね。シュテルを自在に操るためにはヘレナの存在は不可欠。それが分からないあなたたちではないと思っていましたが。違います、サーダリー様、俺たちじゃありません。ヘレナや王たちはリオニスの内紛に巻き込まれて命を落としたんですよ。ほう。ということにすればシュテルは考えるに違いありません。こんな事態を引き起こしたエルデを絶対に許せないと。なるほど、よく考えましたね。エルデへのより強い憎悪はさらに強い力をシュテルに与えるでしょう。では早速参りましょうか。我が愛しき息子シュテルに会うために。くっ、シュテルが我が息子だって？気に入ったやつがいるとすぐに自分の息子に従うからな。な、俺たちこそがサーダリー様のこの絵師だ。そうさ、あんな若造に務まるはずがねえ。な、どうする兄弟。どうしようか兄弟。シュテルの野郎をやっちまうか。シュテルの野郎をやっちまおうぜ。兄様、面白いことになってません？ああ、面白いな。奴らも一枚岩ではないということか。どうしましょう、やっちゃいます？お前はすぐにそれだな。だって、邪魔者は消すに限りますもん。ああ、私たち以外の全員が世界から消えちゃえばいいのに。
また魔物どもが迫ってきているようだ。今はそれで我慢しろ。はーい。リンクス。なんという傷を。待っていろ、すぐに白魔導士を呼ぶ。いいえ、止血の方法は心得ています。この程度の傷など。しかし。何者の仕業だ。雷竜、ムラガに雇われたゴーガの者です。父上。うん、これでムラガに対して下手に出る必要はなくなったな。では、それからもう一つ。先刻サーダリーの一行が北へ向かうのを目にしました。北？ウェゼットか。総霊がウェゼットへ向かっております。早く知らせなければ。私がアドラード様にお伝えします。何を言う。お前はまずその傷を治せ。いいえ、私以外に適任などおりません。リンクス。リンクス。いや、ウェズエットへはわしが行く。父上が。わしが堅牢を率いてウェズエットを目指す。そしてムラガ、あるいはサーダリーが妙な動きを見せれば即刻潰す。文句あるまい。そなたには他にやってもらいたいことがある。ダリオのことが心配なのだ。兄上が。我らがホルン城に主力部隊を残していないことはすでにムラガに知れているはず。ダリオに嫁いだビネラがそなたの言うようにムラガの血を引かぬものならば、今こそが好機とビネラは考えるはず。それを何としても阻止してもらいたい。わかりました、すぐに立ちます。わしよりもそなたの方が人を見る目があるようだ。父上。モントとは一度酒を酌み交わしてみたいものよ。さあ行け。は。止まれ。どこへ行く。お前たちには関係のないこと。そこをどけ。どかぬならホルン城へ戻るつもりか。ならば全力で阻止せねばならんな。この程度の傷など。血の匂いを嗅ぎつけたか。うん、無様だな。この声はまさか。キトン、なぜここに。ウェゼットへ向かったのではないのか。戻ってきた。王の許可もなく。どうして私を撃つ好機と見たか。お前の命などに興味はない。
同じ才賀の忍びだろう。今の我らは敵同士だ。本当にそう思うのか？それが本心ならば何も言わぬ。ここでお前を切る。何があったのだ？残されたヘレナ様が心配だったのだ。だがヘレナ様は、いや、王も、まさか。この目で見たのだ。苦悶の表情を浮かべ、血に濡れ、泥にまみれたそのお顔を。そこまでするのか、村川。許さない。絶対に許さない。奴らに復讐するためだったら私は何だってする。だから。分かった。私はこれからアドラード様の元へと向かう。アドラード様はムラガと合流するおつもりなのだ。そうなる前にムラガの裏切りを伝えねば。アドラード、総霊の部隊長か。追いつけるのか。やるしかない。絶対にできる。お前が力を貸してくれれば。そうだろ。ああ。何としてもアドラード様に追いつき、そしてムラガを撃つ。分かった、行こう。ウェズエットで何が起こっているのか、それを知りたいですか？当然だ。なぜ知りたいのです？グラセラが心配だからだ。グラセラ様はあなた方を王に、クーリ様に渡したくないとお考えです。どういうことだい？わかりませんか？グラセラ様はクーリ様を撃つおつもりなのです。バカな。謀反を起こすなんて、グラセラは王位継承者のはずだ。そんなことしなくても。グラセラ様にはあなた方の力が必要なのです。そのために私をここに使わせたのですから。断ったら？断ることなどできませんよ。なんだと？私の手引きがなければ生きてウェズエト領へたどり着けないでしょうから。ミウ、君は